どうもニューレディーなんての工事の行です。今なんですけども、私はこれ後ろ見えますかね？剣駅というところに着きました。ねえ、日頃の行いがいいせいか、また雨が降ってきちゃって。私やっぱ雨女なのね。はい。ということで今回ね、せっかくなんで、まあ雨降ってるんですけども、歩いてね、姫神社の方に向かっていきたいと思います。では行きましょう。ということで剣駅を出発しました。でね、昔この野町線なんですけども、姫神社の方まで電車伸びてたんですけども、廃線になっちゃったんですよね、剣から先。そしてね、私のなんかこの地元の人情報では、この野町線自体が今廃線の危機にあるっていう話を聞いて、この辺の人は車乗っちゃうもんねって思いながら来ました。新聞屋さんがね、見えるかな？北国新聞なんですよ。北国新聞の剣支局だって。支局なんだ。へぇー。ここで何の取材活動するんだろう、よくわかんないですけど。はい。いいですよね。畳屋さんとかがあったり、クモンがあったりしてね。この街並みも落ち着くから、やっぱり歩いて行っちゃうんですよね。姫神社まで、剣から。信号が赤ですからね。はい、止まりましょう。ね、街の人びっくりしてますかね、女装が。急に。女装が剣の町をね、突然訪ねて、ちょっとだけざまあみろと思いましたけども、はい。この辺り、あとね、お酒屋さんとかあるんですよね。手取川っていうのが近くに流れてて、そこでね、作ってる菊姫。まあ、これから行く平山姫神社も菊姫様？なんか、お姫様なんですよね。菊のお姫様。名前ちょっとすいません、ど忘れしちゃって出てこないんですけども、なんか菊くくり姫みたいな名前の人が女神様なんです。だからなんかね、私ね、基本的にね、ご神体女性の神様のところって好きなんですよね。ちょっと たおやかというか、なんか柔らかい感じがするのが女神様の神社の私の中では特徴だと思ってて、好きなんですよね、その雰囲気が。でもどうして私が、まあ、今回金沢に来て1日だけ稼働しようと思って、1日だけしか稼働しないっていうのもね、1日稼働しようとした日に限って雨が降るというですね、本当についてない。わかる。なんか山の緑があって、古い商店街があって、歩いてるだけでも結構癒される感じなんですよね。で、私もなんか、なんだろう、女装に対する偏見がなかったりしたらね、この辺りで住んでもいいなっていつも思うんですよね。あら、おしゃれ。おしゃれ。おしゃれな店発見。見て、あの店、サロンドパリッコだって。サロンドパリッコ。すごいわ。剣にパリがあった。いや、でも久しぶりに来るから、なんかちょっと変わってるかもしれないなと思って、面白いなと思って見てます。あ、いや、今水浸しに足入れちゃった。ピタピタになった。やだわ、怖いわ。夜まで撮影する予定なんだけど、足水たまりに入れちゃった。下見てなかったら。どうしよう。怖い。ストッキングが濡れたわ。あら、ちょっと川が見えてきましたよ。皆さん、こちらが。こういうのが楽しいんですよね。ここはね、白山手取川ジオパークというふうに言われてる。だから今のが多分支流みたいな感じで、こっちが多分手取川の本流だと思うんですよね。ここは和佐谷橋と書いてありますね。こういうね、絶景が広がってんですよ。姫神社に行くまでのところって。だから私歩いて行くことが多いのかな。あ、雨止んできた少し。
やっぱ私の行いがいいからかな、日頃の。え、あ、止んでる。で、また降るのよね、今日は。降ったり止んだりの日だそうです。で、あと、これはなんだ、今のところは、ここはね、古宮公園っていうところらしいです。はい。で、今、ここがですね、あ、この古宮公園は、旧加賀一の宮駅というのがあったみたいなんですよ。これか、駅は。これ駅だったのかな。あ、ほら、こちらが旧加賀一の宮駅ということになります。だからここまで線路が伸びてたっていうことですよね。これずっとあるのが線路跡みたいですね。あ、もっと先まで伸びてたんだ。はい、ということで、じゃあもうこの加賀一の宮駅っていうのは、加賀一の宮だったのが白山姫神社なんで、ここからどんどん姫神社の近くにもう来ちゃって、あっという間でしょ。だから歩いた方がいいよ、みんな。これ結構あっという間に着いちゃったもん。私途中で雨も止んだしね。私日頃の行いがいいのかしら、お参りの時に晴れてるなんて。晴れてはないですね。雨が止んでくれたなんてね、うん、こういう風に何でも いい風にポジティブに解釈しちゃう私。かわいい。もうここの神社ね、私大好きなんですよね。私会社辞めたその日に向かったのが姫神社なんですよ。辞めました。これから応援して、これからもまた元気に来させてください。あ、お願いとかしないんですよ、あんまり。神社でまた元気にお参りさせてくださいっていうことだけ言うんですね。そう、それで来た。なんかランチも、あ、なんかこのお店初めて見た。ここのなんか団子屋みたいなのは知ってるんですけどね。はい、わ、表玄関着きました。姫神社の入り口でございます。こんな感じの入り口となっております。では姫神社お参りしてまいりましょう。あのね、本当にね、もうここから好き。このアプローチ、鳥居をくぐったところからですね、本当に素敵なところなんですよ。まあまあね、階段あるはあるんですけども、ちょうどいいぐらい、そんなにきつくない階段です。なだらかな階段なのも嬉しいですよね。いいですよね。せせらぎと虫の声と緑に囲まれてね、こういう、聞こえます？せせらぎというか水が流れ湧いてくるんですよ。こう湧いてね、流れてきている、こういうところがあるのもね、なんかもうすでに神域に入ってるっていう感じがしますよね。いや、私本当好きなんです、ここの神社。よいしょ。あ、手を洗うところ復活してますね。はい、ここで手を洗って口をゆすいでね、はい、行きたいと思います。はい、ということで手も洗いましたので、上へ登ってお参りしていきましょう。まあ、いろんな好きな神社あるんですけども、ここはかなり上位というか一二を争う好きさの神社です。なんかね、そう呼ばれてる気がするんですよね、いつもここに。はい、ということで、こちらの鳥居をくぐってお参りをしていきたいと思います。ちょっとね、失礼します。よいしょ。こちらの門をくぐると姫神社のご神体があります。ご神体ね。はい、ということでですね、今ガチでお参りしてきましたので、お参りのところはね、割愛させていただきましたけども、お参りが終わって、ガチでですね、お守りを買わせていただきました。
で今私はそのお参りが終わって駐車場のところに来てます。実はね、姫神社ってこの駐車場が上の方にですねあって、上から行った方がね楽にお参りができるし、ちょっとね足が悪い人なんかはねこちら使った方がいいとは思うんですけども、下から上がってくるあの表参道、あの風流な感じをねぜひ皆さんに味わっていただきたいので、おすすめは下の表参道から上がってくるという風になっております。ということで、ガチの姫神社お参りでしたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。もしね、あの金沢に遊びに来ることがあったら電車と徒歩で行けるところなので、ぜひ遊びに来てみてください。ではでは、肉の工事行くようでした。バイバーイ。やっぱ日本海ってすげえな。見えますか？海たちはさ、何これ？え？入んねえよ。